西暦2017年、今から相当遠くない未来、加速度的にネットワークに依存しつつある社会では、国民総背番号制の実施やネットワークディバイド、さらにドール症候群などが大きな問題となっていた。そんな時代に1200万人という絶対的な会員数を誇る世界最大のネットワークゲームが存在していた。その名はザ・ワールド。そこにはまだ見ぬ仲間、胸躍る冒険が待っているはずだった。しかし、繁栄を極めたと思われた仮想世界ザ・ワールドは、主人公ハセオにとって理想郷とはなり得なかった。奴が帰ってくる。まだどこが切れないって言うんだよ。入れた力は有効に、それが俺の意志のを取り返す絶対だ。てめえ。半年前、トライエッジにキルされたシノは二度とここに戻っては来なかった。リアルのシノのプレイヤーは意識を失い、未だに原因不明の昏睡状態だ。あれはただの PK じゃなかった。あいつを倒す。そして取り戻すんだ。全てを。君には力がない。何の使い手の意志を離れた力は破滅を引き起こす。人よりレベルを上げて、人よりいい武器を求めて、その先にあるのは何ですか？プレイヤー同士の抗争やギルド同士の紛争、ゲームの進行とともに次々と発症する謎の現象。世界は悪意に満ちた無法地帯へと変貌を遂げ始めていた。君のような PC は非分使いと称され、アイダに対抗できるものは非分使いを置いて他にない。来た来た来た。敵格者と呼ばれるプレイヤーのキャラクターデータから生み出される禁断の能力、アバター。消えちまい。世界の歪みを正す力もまた歪んだ能力だけなのか。システム管理者ですらコントロールできないネットワークの狭間で変異は拡大していく。そしてザ・ワールド内の異変とシンクロするように巻き起こる現実世界の不可解な事件がオリジナルアニメーションで描かれる。さらに同梱の DVD ターミナルディスクでザ・ワールドの終焉と最短の謎が紐解かれる。かつてザ・ワールドで起こったドットハック事件とは一体。テレビアニメ、コミック、ノベライズ、ラジオなど多数のメディアで展開されるストーリー。緻密に組み上げられた完璧な世界、主人公ハセオとザ・ワールドを中心に全ての物語が展開していく。現実世界と仮想世界、二つの世界で紡がれる意志と成長のストーリー。全3巻の圧倒的ボリュームで語られる壮大なプロジェクトがついに始動する。
ドットハック GU ボリューム1最短5月18日発売予定。今ドットハック GU を予約するとオリジナルドラマ、シリーズ歴代ミュージックビデオ、未公開プロトタイプ映像を収録したプレミアム DVD をプレゼント。